気をつけろ。かなりの正気だ。これが正気の吹き出る穴ですか。確かにすげえ正気だ。早くしねえとこっちがやばいぜ。わかっている。早速始めるぞ。んで何すりゃいいんだよ。全員鬼の手を穴に向かってかざせ。こうか。それでいい。次に頭の中に思い浮かべろ。この穴が消えて周囲から正気が消え去った風景を。正気が消えた風景ね。その風景を具現化する。鬼の手を起動しろ。なんだこりゃ。想像を止めるな。頭の中に風景を描き続けろ。あとはお前の力にかかっている。お前の中の御霊はここの本当の風景を知っているはずだ。江戸の時代の正気の穴などない風景を。それを触媒にこの穴を塞ぐ。研究所での実験が成功したのはお前が御霊の記憶を引き出したからだ。今度も同じことができるはずだ。それが扉を開く最後の鍵だ。やれ、御霊の記憶を具現化しろ。しかと見届けた。正気が消えた。意味わかんねえな。何がどうなった。これが異界の浄化。本当に消えやがった。正気が消えたぞ博士。やったぞ。我々は異界の浄化に成功した。信じられません。異界の深部にこれほど正常な空気が。眉唾だと思ってたけどな。こうなると信じるしかねえ。博士、あなたは大したやつだぜ。まったくよ。今頃理解したか。この作戦はお前なしには成功しなかった。いや、これからもしない。よくこの時代に来てくれた。時間転移のことか。確かに何か因縁めいたものを感じるな。ともかくいつまでもここを我々の活動拠点にする。いろいろと運び込むぞ。手を貸せ。はあ、まだ仕事あんのかよ。あなたは文句が多いな。それではまた紅月に叱られるぞ。やろ、余計なこと。オムラ、手伝ってくれますね。なんか弱みでも握られてんのか。お前、前に半殺しにされた記憶がちょっとな。さあ仕事にかかるぞ諸君。
敵は再生行動に入った。止めるぞ。これにてしまいじゃ。論理的帰結だな。しかしどっかにいねえかな。俺をねぎらってくれる優しい美女、しびれるぜ。私はイオ、軌道を継ぐものです。
よし。ちょっと待て。これは一体。貴様か。行きましょう。なんだと？バカな。大丈夫。あなたなら勝てます。勇者に任せな。あなたについていく。おう、今日は何を作ろうか。おう、今おう。
俺らの技が必要な時。いらっしゃい。